皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。リアルスタイルフィットネスクラブの辻本です。今日は僕がね、今年兵庫県のフィジーク大会出るにあたって、この動画見てる方もね、もしかすると大会に出ようって考えてる方がたくさんおられるかもしれないんで、そこに大会に出るまでに必要なことを、百戦錬磨の辻本さんにいろいろとアドバイスをいただければと思っております。結構一番ね、僕重要かなと思ってるんですけど、はい、サーフパンツ、はい、サーフパンツの選び方についてちょっと、今日はいろいろアドバイスいただけないですか、ね、さあ、サーフパンツって海とか行くときに履かれないんですか？海パンね、そうですね、あるんですけど、結構昔に買ったものなんで、そのなんかシルエットとかが今風じゃなかったりするかもしれないですし、新規一点というか、新しいやつ買って、それで臨みたいなっていう気持ちがあるんですね。そもそもその出る大会にもよると思うんですけど、サーフパンツのなんか規定はあると思います。こうなんかロゴがすごい大きかったりとか、丈がすごい長すぎたりとか、なんかそういうのは、規定があると思うんで、基準はまず見られた方がいいと思います。ガイドラインがあるわけですね。そうですね。それをまず確認ですね。わかりました。で、単純に、1回目買ったやつは、もう似合うか似合わへんかみたいな。なるほど。やっぱり色とかあるんですか、色とか。だから、初めて買った赤色なんですよ。真っ赤。なんか、記憶にあります。ありますよね。ありますあります。で、2回目に買ったのが、こんな感じの、ね。なるほど。3色ですね。赤は入れてるんですけど、これも一昨年に買ったんですよ。あ、そうなんですか。で、だいぶ前で、すいません。使い回しまして。なるほど。なんか店員さんに、やっぱりなんか赤が似合いますよ、みたいな。で、人からも言われたから、赤は入れようかな。なるほど。そういうのはあって、染田さんやったら、青とか。あ、ほんますか。初めて言われましたね。わかんないですよ、はい、そういうイメージカラーみたいなのもあってもいいと思うんですよ、はい、でよく言われるのは体はタンニングで結構黒くなってるから、そうですよね。ステージも黒の膜とかが多いと思うんですよ、だからちょっとこう映える色合い、ちょっと蛍光色の青とか黄色とか、そういう色が無難と言われてますかね。なるほど、はい、あと柄とかも、シンプルでとかはあるんですけど、でも花柄とか結構いろいろあるんで、その辺はあんまりなんかかっこいいなとかって思うやつでいいと思うんですよ。色はちょっと蛍光色のような差し色のようなやつを入れつつも、自分に似合うようなそうですねものをチョイスするっていうことですね、これゴムとかじゃないんで。あ、なるほど。で、紐も絞ったからって言ってキュッとなるわけじゃないんですよ。だからサイズ感が、そうっすよね、すごくポイントですね。今例えば僕ここから多分6キロ7キロぐらい多分変わると思うんで、だから変わってくると思うんで、今のサイズに合わせて買ってしまうと、ちょっとブカブカになっちゃうケースがあるんで、もうちょっと買うのは待った方がいいかもしれないですけど、でも欲しいデザインのものとかがあるなら、なくなっちゃったらショックだから、難しいですね。うわー、そうっすね、これ。ヨレヨレやったり、長すぎたら、不細工だったりするんで、トレンドは、下半身そんなにフィジークって見ないっていう感じなんですけど、太ももとか、お尻のシルエットとかも大事だよみたいな。上野さんが言ってました。で、膝上ぐらいがいいよみたいな。じゃあ、そういう。おすすめとしたら、結構タイトめな感じで、で、裾はちょっと膝が出るようなぐらいの、そうですね、膝上ぐらい、膝上ぐらいになってます。なるほど、やっぱりウエストってね、減量したらだいぶ変わります。で、僕の場合はね、そんな減量幅ないんで、そんなに変わらなかったんですけど、もう一個の方は絞りました。自分でですか？変わりすぎたってことですか？なんかちょっと気になるんで、最高。豆ですね。それぐらい見え方っていうのはすごく審査に影響するからですよね。なんかその辺はこだわったかなって感じですね。なるほど。じゃあ僕もし7月に出るとしたら、どれぐらいに勝ったら一番ベストですかね？でもやっぱり今もう減量進まれてて、まだちょっと全然まだその時が減量じゃないんですよ。だいたいこれぐらいのウエストサイズになるなっていうようなところで、僕はスポーツ店でブランド、見て、ブランドによっても形が微妙に違うんですよ。そうですよね。あるメーカーはちょっとずでーんってなってるやつとか、
なんかアルミカをこうキュッとちょっとスキニーっぽい感じで、ね、やってるような、同じサイズでもサイズ感が違うから、はい、絶対履いた方がいいです。あ、なるほど。履いて、はい、見てもらって、はい、似合うかどうかっていうのを言ってもらう。そうです。サーファーズ試着できるんですね。できます。はい。じゃあ僕もちょっと実際行って試着して店員さんに見てもらったらいいと思います。そうですね。絶対 青でしょ。青なんですか。青のイメージですか。黄色かな。なるほど、うん、僕的にはこのリアスタグリーンで。ああ、でもそんなん似合うかもしれないです。とりあえずちょっと蛍光色でこう目立つようなもので、うんうんうん、しっかりサイズも考えて、うん、トレンドとしたらタイトめなイメージ。はい。とはもう結構その海外のビジークの選手とかのやつを見てチェックする、はいはい、なるほど。こういうのがいいのじゃないかと。はい。やっぱりサーファーズが多いところってやっぱそういうスポーツ店が一番やっぱり多いんですよね、多分。おそらく。そうですね、スポーツショップの中でも、はい、そういうサーフ系、総合っていうよりは、はい、こうサーフィン専門みたいな。そっちの方が種類は多い。多いと思いますけどね。なるほど。はい、なんかできた。こう、かぶるっていう、はいはいはい、サーフパンツがめちゃくちゃかぶるっていうのもあるんで。並んだ時にそうですね、こうめっちゃ一緒やんみたいな。ああ、それ嫌やだでそういうのも、はい、こう人気があるブランドとかだったら、はい、なんかみんな一緒やんみたいなのがある、はい、あるあるであるから。なるほど。まあそれ気をつけながら、はい、これはなんか選ばへんやろうみたいなのも一つ戦略としてあると思う、はい、ああ、なるほど、はい。かぶるっていうのはやっぱりあまりよろしくないんですかね。どうなんですかね。でもやっぱりこう審査員の方の印象として同じように見えちゃうみたいな、なんかそういうのもあると思いますし、はい、でもまあなんか人気があるやつ履いてるねみたいな。ちょっとなんか僕嫌やなと思ったよね。確かに動画とか見てて、あ、この人とこの人パンツ一緒やってちょっと目に留まっちゃいますもんね、はい、今までこのパンツ履いてる人 3,4 人ぐらい。あ、もう出会ってるんですか。もう出会いました。はい、すごいですね。その辺にも注意しながら、はい、また今度サーフパンツ選びに行きたいと思います。はい、待ってください。またね、ちょっといろんなことを次の動画で聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあね、今日のね、この辻元さんのサーフパンツ選びが参考になったという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。